11時16分に発車いたします。降りを博多方面快速の久留駅です。発車までしばらくお待ちください。
発車します。閉まるのにお待ちください。いたしました。快速の久留米駅です。次は西国の方です。これより先、西小倉、土幡、八幡、黒崎、折尾、赤間、東郷、福間、古賀、復興台前の順に停車してまいります。途中、折尾到着は11時36分です。福間は11時58分、博多は12時22分の車内での携帯電話のご利用はご用ください。周りの皆様のご迷惑となります。車掌は原田です。途中、博多までご案内いたします。快速の久留米駅です。西小倉につきます。降り口は左側です。開くのをお待ちください。閉まるのにお待ちください。次はトバスターです。
戸渡り付きバス降り口は右側です。選んでおいてください。発車します。閉まるなりご注意ください。次は八幡です。Thank you.
車します。閉まるのでお待ちください。反り口は右側です。開くなりをしてください。発車します。閉まるなりをしてください。次は折り用です。乗り換えのご案内をいたします。福岡豊線直方行きは11時54分の発車、6番乗り場です。若松行きは11時58分、7番乗り場でお待ちください。博多行きのと快速の福岡から快速となります。福岡快速の第1行きは11時47分です。3番乗り場でお待ちください。
降りより月は乗り口は左側です。開くなりをしてください。降りを出ますと次の停車駅は赤間です。この日間違いのないようご注意ください。